じゃあ、怖い話といえば、水槽の脳って知ってる？なんか嫌なこと思い出しちゃったんだけど、そういえば、なんかあの島の地下にでっかい脳みそあったわよね。あれに関係する話？いや、あれとは関係なくて。いや、ちょっとは関係あるかもだけど。簡単に説明すると、僕たちは今こうやって島で遭難しているわけだけど、実はこの光景は何もかも水槽に浮かんでいる脳に接続された PC によって作られた幻想に過ぎないって仮説。聞いたことはありますね。それ。何よ、そんなの。この世界は現実に決まってるでしょ。そんなの怖がるようなことじゃないでしょ。アキラはほんとバカだな。うぎゃあ、頭が。なんで私がバカなのよ。ちゃんと説明しなさいよ。僕はあの島にあった装置につながれて、実際に現実と見分けがつかないレベルの仮想世界の中に入り込んじゃったわけでしょ。だから他の人よりも何倍も水槽の脳理論に関してビビってんの、わかるでしょ。ああ、そういえばそうだったわね。そうだな、確かにネネコはあの装置に繋がれたわけだし、水槽の脳ってのを怖がるのは当然かもしれないな。いけだ、正気か、大丈夫か。頭、もうすでに水槽の中に脳みそ浮かべてて、その頭の中は空っぽなのか。うやーでよ、頭が。なんで俺はそこまでお前に気がされなきゃならんのだ。だって池田、まるで自分はあの装置に繋がれたことがないみたいな言い方するんだもん。池田だってあの装置に繋がれただろ。それなら水槽の脳に関してもっと怖がるはずだろ。普通そういや、そうだな、すっかり忘れてた。本気で忘れていたのか。やっぱり頭の中には脳みその代わりに筋肉が入ってたんだな。道理で脳筋バカすぎると思った。極秘動物か何かかな。コンコンコン、入ってますか。あれ、誰もいないぞ。はははだけなんだけど。頭の中には目いっぱい脳みそが詰まってるんだから、それ以上やったら不可逆的なダメージが残る。ダメージが。でも仮にこの世界が仮想現実だとしても、それを証明する方法なんてないでしょ。確か俺の場合は空港で銃をぶっ放したら辺りが処理したんで、そこで仮想現実の中であることに気づいたな。恐ろしいことするな。まあ確かにあのシステムは対象の脳から視覚記憶情報を抜き出して、それをエミュレートする形で仮想世界を構築していたみたいだから、本来の記憶情報とギャップが生じすぎると処理落ちに近い動作しちゃうんだろうな。というかまさか僕に空港で銃をぶっ放せって言うんじゃないだろうな。この世界が仮想空間だとしても、完全に世界をエミュレートできてるレベルなら空港で銃をぶっ放すのは全く意味がないと思うぞ。それに多分確実に捕まりますから、それはやめた方が。だからここはちゃんと現実世界だってば。あんたいくらなんでも考えすぎよ。まあともかくこういう具合に人間の記憶と意識ってのは結構不確かなものってことなの。例えば実はみんなは毎夜とんでもなく怖い目に遭ってるけど、何らかの方法でその記憶を消されたら記憶上は何もなかったことになっちゃう。これって怖いと思わない？実際には何も起きてないと記憶してるんだけど、本当はものすごく怖い目に遭いまくってる。そんな悪夢もないとは言い切れないの。それってタチの悪い催眠術にかけられたみたいな感じかしら。
怖い目にあったけど、あなたは何も覚えていないって催眠をかけられて全部忘れてしまうような。なぜそんなエロ漫画みたいなシチュエーションを真っ先に思いつくんだ。まあでも確かにそれに近い感じではあるかな。でも何でもかんでも記憶するあんたが忘れることなんてあるのかしら。そんなのがあったとしてもレアな体験できてるってことなんだし、別にいいんじゃない。そんな気楽に言わないでくれ。全部覚えられるから逆に覚えきれない出来事なんてものがあったら怖くてたまらないんだってば。まあ毎度のことだが、難儀のことだな。おや、今の何？何が起こったの？ねえ猫、何妙なこと言ってんのよ。さあ次はあんたの番よ。あんたの番って何のこと？何って次はあんたが怖い話する番でしょ。ここに来ておじけついたの？怖いやつだ怖いやつだ。何わけのわからないこと言ってんだ。さっき風が吹いて火が消えて、それで何かすごく不気味な声が聞こえただろう。そんなこと起きてませんよ。風も吹いてないですし、妙な叫び声とかも聞いてないと思いますけど。僕の記憶とみんなの記憶に乖離が発生している。じゃあ一応聞くけど、アキラとアレックスはどんな怖い話したんだ？はあ？私は墓地から這い出るゾンビの話したでしょ。僕がしたのはベッドの下に潜む男の話ですね。おや？なんだそのクソテンプレ話。そんな話なんて全然してなかっただろ。みんなどうしたんだ？しっかりしてくれ。しっかりするのはあんたの方よ。なんでそんなにいきなり怯え始めたの？さっきまで普通にしてたのにどうしたって言うのよ。本当。池田は覚えてるか？僕たちは全然違う話して、それで僕の怖い話の途中で何かおかしなことが起きたよな。覚えてるよな？おかしなこと？おお、ここで選択肢か。覚えてる覚えてない。さあということで、どっちにしようか。覚えているの方がやばいかな。どうなんだろう。覚えているでいきましょうか。覚えているような、言われてみればどうもおかしな感じがする。アキラはゾンビの話をして、アレックスはベッドの下に潜む男の話をしたっていうが、どうもその話がピンとこないんだよ。そんな話していたか？ほら池田もこう言ってるでしょ。やっぱりとんでもない異変が起きてるんだってば。だって本当はアキラはトイレのトラウマ話と、アレックスは鏡のトラウマ話してたんだぞ。しっかりしてくれ。ちょっと、なんでネネコがその話知ってるのよ。どこからその話聞いたわけ？僕もその話しましたっけ？結構それトラウマになってる話なんですけど。だから二人とも自分からその話したんだってば。アキラなんて僕をトイレの穴に突き落とした上に、ママとか見苦しく叫びながら漏らしちゃって大変だったんだから。なんでこんなことするの？こんなところだけ正確に再現しなくていいからやめろ。なんか今の話絶対持ってる気配を感じたから。持ってる気配を感じた。天罰よ。でも本当にネネコの言ってることが確かだとしたら妙なことになるわね。なんで私たちはその話をしたことを覚えてないのかしら。これは裏で何かとんでもない事態が起こってるに違いない。完全記憶を持つこの僕の記憶が曖昧なんて状況、ほとんど初めての異常事態だ。怖すぎる。うむ、ねねこ、それだけの話だとまだ状況がつかみきれない。
とりあえずお前が記憶してることを順を追って説明してくれないか。まずアキラが寝ている僕を起こして無理やりトイレに連れて行って、それで、もしかしてまたねえ猫、何妙なこと言ってんのよ。さあ次はあんたの番よ。これはループしている。いやループというより周りの人間の記憶がリセットされている感じなのか。焚き火の木の燃え具合がさっきと多少変化しているから、つまりちゃんと時間は経過している。ちょっといきなり何わけのわからないこと言ってんのよ。大丈夫？大丈夫って言いたいのはこっちだわ、このドアホクソビッチ。なんで今までのこと覚えてないんだよ。めちゃめちゃこの音聞いてきてるよ。こうなることは分かってました。ともかくこんなことをやってる場合じゃない。どうにかしてこの状況を打開しないと。でも何が起こってるのかさっぱりだから対処のしようがない。全くいいアイディアが思いつかない。ちょっと本当どうしたの池田、これ大丈夫なの？突然こんな風になっちゃって、本気で精神的なものを心配するレベルなんだけど。ふむ、ねる子、何かあったならそれを説明してくれないか。僕が説明しても無駄なんだってば。またどうせ元の状態に戻って結局繰り返されるんだ。でも一体これは何が起こってるんだ。ひょっとして僕の脳は本当は水槽の中に浮かんでて、ずっと同じ光景を見せられ続けているんじゃ。怖い、誰か助けて。それで何やるんだったかしら。あ、そうそう、怖い話やるんだったわよね。じゃあねねこの番だったっけ。すいません、僕なんか頭がクラクラして。怖い話って何でしたっけ。怖い話って言ったらあれよ。あれ？はい、この話これで468回目です。僕はもう諦めました。でもみんなが披露してるってことは、これはやっぱり現実の中の出来事なのかな。まあもうどうでもいいけど。ねねこ、おい、その人はどういう意味だ。何かここでおかしなことが起きてるのか。はい、その問いかけも255回目です。もう池田にも何にも期待してないです。次に池田は、おい、ちゃんと説明しろという。おい、ちゃんと説明しろ。なんだ、こいつは一体本当にどうなってやがる。僕がここで説明しても池田は覚えてないから意味ないんだけど、もうそろそろ多分僕の体力の方が先に尽きると思うんで、一応最後の説明しとく。幽霊か化け物か宇宙人の仕業か知らないけど、僕らずっと同じ会話をループさせられてるの。一体何の意味があるのかもわからないけど、多分これは僕たちが全員死ぬまで続けられるんだと思う。僕たちが死んだ後も池田は一人で延々とその体力が尽きるまで同じ光景を繰り返し見ることになると思うから、覚悟しておいて。一体なんでこんなことになっちゃったんだろう。僕が変な怖い話とかしたのがいけなかったのかな。いや、それともそもそも怖い話自体を始めたのが間違いだったのかもしれないな。
ループしてる。確かにこの状況は妙だ。ネリコの言ったことが確かとすれば今すぐ対応。それで何やるんだったかしら。あ、そうそう、怖い話やるんだったわよね。じゃあねねこの番だったっけ。すいません、僕なんか頭がクラクラして。怖い話って何でしたっけ。怖い話って言ったらあれよ。あれ、はい、469回目。じゃあ僕がとびきり怖い話してあげる。もうみんな二度と目覚めることができないほどのとびきり怖い話。水槽の脳って知ってる？はい、ということで、バッドエンドみたいですね。覚えてないを選んだ方が良さそうですね、ってなると。さあ、ということで戻ってきました。では、覚えてないでいきましょう。いや、覚えてないな。今の状況は、アキラたちが説明した通りのものだと思うが。終わった。池田もダメか。もう誰も信用できない。僕は一人にさせてもらう。誰も僕のそばに近づくな。何あれ、ねねこ本格的におかしくなっちゃったのかしら。いや、しかしあのクソビリな猫が一人で森の奥に行くなんて相当な事態だぞ。これはもしかするとネネコだけが何か重大な事実に気づいてるかも。僕たちが全然違う話をしてて、それで風が吹いてものすごく不気味な声が聞こえたって話でしたっけ。そんなこと言われてもね、私たちがした話ってゾンビと、あと、何だったかしら。ベッドの下に潜む男の話ですよ。ああ、そうそう。で、そんな話してたかしら。悪いんだが、どうもお前たちがそんな話をしていた記憶がないんだよな。妙だな、なんでこんなことになる。アレックス、試しに今からアキラの怖い話を復唱してみろ。え？アキラさんの怖い話ですか？車がエンストして、男女二人が仕方なく道を歩いて告白して、月が出てきて男が狼男になって、実はそれは二人が見ている映画で、映画館から出た後で男性が歌ったり踊ったりする話でしたよね。まあ、全然違いますよね。というかそれはそれですごいお話なんだけど、秘書を…ケツみたいな感じだよね。何よそれ、そんな話1ミリもしてないわよ。第一、それゾンビが全く出てきてないじゃない。いえ、確かその後ゾンビも出てきて歌ったり踊ったりするんですよって話じゃなかったですっけ。そりゃ某有名歌手の PV じゃないかそれは思ったわそれは思ったわ。私がした話とは絶望的なまでに違うわ。アレックスが致命的なアホじゃないとしたら、これはどういうことなのかしら。まさか本当にネネコの言っていることが事実ってこと。にわかには信じがないが、その可能性が高そうだ。よし、今すぐにネネコを連れ戻すぞ。詳しい話を聞いて
この状況を解決するんだ。なんだか急に怖くなってきました。僕たちの記憶が書き換えられているとしたら、一体誰が何のためにそんなことをしているんでしょうか。そいつを早いとこ調べるんだ。こいつは俺の直感だが、どうもこれはかなりまずい状況だ。あ、なんで僕はここに？僕は確かこの場所を離れて森に逃げてたんじゃなかったっけ。ねね子、何妙なこと言ってんのよ。さあ、ここで戻るのか。これはもしかしてまたループしてるのか。どうしよう。このままじゃきっと大変なことになる。でもこの状況を打開する方法なんてあるのか。ん？かゆい。お腹かゆい。ちょっと、本当にどうしちゃったわけ？あんた大丈夫？これもしかしてお腹に何かが。いきなり脱ぎ出してんのよ。それに何？お腹に文字とか書いてそういう妙な性癖さらけ出すのは他でやってくれない？この変態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 ！正直僕もドン引きです。違う、これはそんなんじゃなくて、とんでもないことが起きてるんだってば。僕たちの記憶が改変されて同じ行動をループさせられてる。でもこれなんて書いてあるんだ。逃げろ宇宙人、ボートの横。なんかこれすごく嫌な感じがする。これに何の意味が。そうか、ランエイリアンネクストトゥボートなのかな。ちょっとこっちまで恥ずかしくなってくるから、いい加減その格好やめてもらえないかしら。そういう変態文化を世界に広めたいのなら島を出てからにしてちょうだい。そういうのってどうなんですか。興奮したりするもんなんですか。ダメだこいつら、どうしようもできないアホだ。池田、お前なら何かおかしなことが起きてることわかるよな。なんだ、僕を連れ去ってどうするつもりだ。襲わないで優しくして。静かにしろ。お前も大概ずれてるやつだな。大体お前自身が異変が起こってると説明したんだろうが。確かに俺も感じた妙な点はいくつかあった。まず俺自身の記憶が曖昧になってること。俺も初めはネレコが性癖をこじらすかと思ったが。そのくだりやるんだ。知る限りネレコが自分の腹にそんな文字を書く隙はなかったはずだ。そしてどうやらこの判断は正しかったようだな。ネレコ、決して大声出すなよ。ほら、あの焚き火の場所を見てみろ。ああ、なんか大声出さないでだろう。声通せ。しかしなんだありゃ、確かにネルコの腹に書いてあったように宇宙人という表現はあながち間違いじゃないようだが、一体何をしようとしてるんだ。指先に持った何かの装置をアキラたちに向けてるようだが、手に持っていた謎の装置から光が発生し、それがアキラとアレックスに照射される。あれは多分人間の記憶を操作する装置だ。あれで僕たちの記憶を消していたんだ。いや、多分あの焚き火の近くに定期的にあれが照射される装置が設置してあったんだと思う。
この光景を見るまでは半信半疑だったが、まさか本当だったとはな。しかしそれにしても不気味なフォルムだ。進化した宇宙人が普通あんな面してるか。いや、宇宙人なんて実際に見たことないから知らんが、まるであのマロカリスそっくりだな。気持ち悪い。どんな進化系統樹を進めばあんな形状になるんだ。うえ。よくよく見ればあれ以外にも数体同じような影が見るな。一体だけってわけじゃなさそうだ。しまった、こっちに気づかれた。逃げるぞ。待って、腰が抜けた。置いてかないで。えい、くそ、毎度毎度手間かかる。とりあえず海岸まで逃げてきたわけだけど、これからどうするんだ。こっちはもう行き止まりだぞ。さっきの動き、どうも俺たちの音や姿を見て反応したって感じじゃないな。まさかサーモグラフィーか。だとしたらまずいな。ここだと俺たちの居場所は丸見えってことになる。捕まったら何されるかわからない。というか僕はもしかしたらもうすでに一度捕まっているのかも。覚えていないのが怖い。怖がってる暇でないぞ。とりあえずあの岩場の後ろに隠れるぞ。あそこならサーモグラフィーをやり過ごせるはずだ。なんか叫び声が聞こえる。静かにしろ。どうやらとりあえずは遠くに離れていったようだな。だが仮に俺がやつだったら、このまま放ってはおかないだろう。次に取る行動があるとしたら、そうだな。宇宙船に乗って、上空から僕たちを探そうとすると思う。宇宙船なんてものがあればの話だけど。でもまあ、まさかあの見た目でボートで来たとは思えないし。確かにありそうだ。そいつやられると面倒なことになるな。どうにかしてその前に手を打たないと。この際裏から回り込んでやっちまうか。どう考えても友好的な相手じゃないんだし、構わんだろ。うっそうなこと言うな。でも相手は宇宙人だし、あの記憶消す装置とか使われたり、他にも何か危ない武器とか持ってそうだから、それはやめた方がいいと思う。ローテクなブービートラップでも設置すれば案外引っかかれそうな気もするが、じゃあ何か他にいい手を思いつくか。僕のお腹にあったあの文章、宇宙人はまああのまんまあれだったとして、ボートの横ってのは何なんだろう。そこに何かヒントというか、そこに隠れろっていう意味じゃなさそうだし。ボートなんか、この辺りに何かあるってことが、何かがあるようには見えないが、いや待てよ、この島の周囲は盛り上がりがあって大きな道がない。海岸もすぐ前の広さはないから、もし仮に宇宙船なんてものが着陸する場所があるとしたら、ひょっとすると。俺は辺りの砂を静かに宙に向かって大きく放り投げる。あ、なんということでしょう。すご。本当にあったのか。いや、本当にこれが宇宙船かどうかはまだわからないけど、それっぽいやつが確かにある。なるほど、ネレコの文字はこれを示していたわけだな。おそらくネレコは記憶を消される前にこの宇宙船があることを偶然目にしたんだろう。それでとっさに自分の体にメモを残した。確かにそうなのかもしれない。その記憶がないのが相変わらず怖いけど。さて、せっかくこうやって宇宙船を目にすることができたんだ。この際少しいたずらしてやろうじゃないか。マジでメンタル強すぎだよな、イデラさん。ヤスらを魚の餌にしてやるような刺激的ないたずらな。まさかこれに入るの？怖すぎるだろう。やめた方がいいと思う。侵入者防止用の排除装置とかあったら終わりだぞ。このままただ手をこまねいてるわけじゃ、どの道もしまいだ。覚悟を決めるときってわけだ。これ怖いってレベルじゃないぞ。
なんで僕らは毎回毎回こんな超絶アクションを繰り広げないといけないんだ。本当、スーパー薬病神に取り憑かれているとしか思えない。愚痴はそのぐらいにしとけ。どうやら正面にタラップと入り口らしきものがあるようだが、今引っ放しになってるだな。不用心だな。宇宙人にもマヌキがいるってことなんだろうよ。さあ入るぞ。入るんだ入っちゃったぞ。うわ本当にザ宇宙船って感じの内部。中央にあるのは操縦関係のコンソールか何かかな。グズズしてる暇ないぜ。俺は破壊工作に利用できそうな基盤部分を探してみる。ネルコはこの船を操縦面で破壊する方法を探してくれ。システム構造どころか言語すらも全くのゼロ知識の状態で操縦法を探り出して破壊しろっていうの？無理難題すぎる。そもそもこんな宇宙船レベルのシステムなら全部自動化されてて手動ではコントロールしないんじゃないか。全自動化されていたとしてもマニュアル操縦システムは必ず組み込まれてるはずだ。宇宙船といえども完全に故障をなくすことは不可能だろうからな。そこがスケール好きになるはずだ。ほらこっちはもうそれらしい希望を見つけたぞ。連中め、俺たちをもてあそんだ代償は知らせてやるぞ。これが MCP に当たるのかな。こっちがアイキャスみたいなもんで、操縦桿とスラストレバーがある感じか。でも使って墜落させる方法な。僕がパーソナル11を持ってて、この宇宙船の OS がたまたま同じで、手持ちのウイルスが仕込めたりすると楽なんだけど。そんな都合のいいことがあってたまるか。どうにか噴出も周りだけでできることを考えろ。だがこっちもこっちでややこしいな。とりあえず重要そうな配線をいくつか適当に切っておくか。これでよしと。あともう少し追加でダメージを与える方法が欲しいところだが。そうだな。池田どこ行くんだ。何心配するな、すぐ持ってくる。どこかに都合の良しそうなやつは。お、よし。消毒具合な良しそうなやつがいるじゃないか。こいつを持っていくことにしよう。池田どこ行ってたんだ。って、それ何？キモい！ナマコ？なんで？精密機に何ものは近畿中の近畿。スペースシャトルレベルの精密機械である宇宙船の内部基板に塩水たっぷりのこいつを入れれば、そうかし面白いことになるだろう。僕が保守点検管理者だったら寒気がする事態だ。それで、こっちの方も終わったっぽい。一応、ボーイングやエアバス、戦闘機、その他もろもろのシステムから推測して、外しちゃいけなさそうな安全装置は全部外しておいた。でも、完全に誤作動させるためには、もうあと少しの行動が必要だと思うんだけど、これが結構難しくて。まずは、あいつらにこの異変を悟られないまま、宇宙船を始動させるのが一つと、あとは、エアバスとかでスロットルレバーとか操縦桿を操作しまくったら、オートパイロットが解除されるシステムがあって、宇宙船にもそれが実装されていると期待して、誤操作を繰り返させたい。誤操作を繰り返させるのは結構難しいと思うけど、でも、それをやらせることができれば、多分この宇宙船は墜落すると思う。墜落というか、爆散？宇宙船を始動させ、上空に逃げるように仕向けるのは簡単そうだが、あとは誤作動を繰り返せる方法か。そいつならいい手があるぞ。本当なのか？僕らがこの宇宙船内部にいなくて、
奴らに誤操作させる方法だぞ。そんなのできるのか？複雑な話じゃない。発想の転換だ。俺が持ってるこのスリートでスロットルレバーをフルスロットルの状態に固定しまえばいい。そうすれば慌てて、連中はレバーを戻すするだろ？でも戻らないだろ？また戻すするだろ？それで誤作動の完成ってわけだ。恐ろしいこと考えるな。普通にやばいこと考えてるな、ゲスさん。まあ、でも確かに、それなら可能かも。よし、スロットルレバーの固定ができたぞ。あとは逃げるだけだな。おや、すぐ、まあ、近くから例の宇宙人の声が聞こえてきた。まずいな、近すぎる。このままだと、この宇宙船の内部で鉢合わせってことになりかねないぞ。どうする？あー、選択肢か。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。